清水総治首塚、清水総治は、戦国時代の武将。備中高松城主。三村氏、毛利氏に仕えた。三村氏の有力配下、石川久都氏の娘婿となった。天文六年、備中国海洋軍清水村に生まれる。陽名は、斉太郎といった。備中国の一号族の家臣の身分で、備中清水城の城主を務め、後に、 備中高松城の城主となる。この経緯については、諸説あるが、一般的には、天正の備中平乱の際、三村氏不代、石川氏の娘婿、重臣の立場にでありながら、毛利氏に加担し、高松城主の地位を得たとされる。この備中平乱は、文字通り、備中一円を舞台とした三村氏対毛利氏の一、対戦で、三村氏家臣の立場でありながら毛利方についたものは、 他にもおり、状況判断の問題であった。また、A68 年に、三村市府代の石川市を裏切って、高松城を脱出し、直接毛利市に侵入して、上司となったとの説もあるが、当時の毛利市は、微中を三村市に任せる、間接支配の体制をとっていたため、この説は信じがたい。いずれにせよ、毛利市の家臣となって、以後は、小早川高景の配下として、 毛利氏の中国路の平定に従軍し、忠誠心厚く精霊し、高影をはじめとする毛利氏の首脳陣から深く信頼された。天正10年4月、統一政策を進める織田信長の家臣、橋場秀吉が中国税めを行うと、総司は高松城に籠城して抗戦する。秀吉は降伏すれば、備中、備後に過酷を与えるという条件を出したが、総司は応じず、 信長からの生死をそのまま、主君、毛利輝元の元に届けて、忠義を示した。そのため、黒田義隆が作した水攻めにあって、白は落城寸前に追い込まれたが、輝元自らが、吉川元春、小早川隆景と共に救援に赴いたため、戦線は、降着状態となった。この水攻めの最中の6月2日に、京都で本能寺の変が起こって信長が死去し、 その方を知った秀吉は、信長の死を伏せて、宗児の命を条件に上兵を除名する講和を呼びかけた。結局、宗児は、信長の死を知らぬまま、その二日後の六月四日に、兄の清水宗とも、弟の南波宗ただ、炎症の末近親柄と共に、水上の船に置いて切腹した。去年四十六。時勢は、浮き叔今こそ渡れ武士の名を、 高松の苔に残して、墓所は山口県光市の新加賀道にある。ありがとうございます。